和牛、筋繊維にまで網目状の脂が入り込むという特殊な肉質で知られる日本産の牛肉。そんな和牛の頂点を決める5年に一度のイベントが開かれ、予選を勝ち抜いた和牛400頭余りが集まり、日本の南端温泉地として知られる鹿児島県霧島高原が2022年10月初旬の1週間独特の興奮に包まれました。和牛オリンピックとも呼ばれる5年に一度の国内最大級の品評会。会場の仮設牛舎では完璧なコンディションで審査に挑むため、大会期間中も毎日ブラッシングやシャンプーを入念に行う姿が見られました。5年に1回の開催になってるんですけれども、やはりその中で5年間の改良の成果をこう展示して、でみんなが、あのこれが今の日本の和牛の目指すべき方向性なのかっていうことを展示することによって、やっぱり大きなあの意味があるんじゃないかな、みんなそこに向かっていこうっていうふうなあの目標になるんじゃないかなという意味で開催をさせていただいてるっていうふうな。5年に一度の和牛品評会第1回大会は半世紀余り前の1966年の開催でした。テーマは和牛は肉牛足りうるか。当時和牛は主に畑などを耕す農耕用として使われていましたが、その後大会はさらに食用としていかに高品質な肉に改良するかを競う場となっていきました。高度経済成長の中で増加する食料需要に対応する目的で食用牛の生産が求められるようになったのです。全国から集まった和牛農家が競う和牛オリンピック、ここで優秀な成績を収めることができればブランド和牛としての価値も上がります。和牛生産地としての威信をかけた戦い。審査員はどういったところを見ているのでしょうか。体の深さ、伸び、幅が適切であるか、皮毛や皮膚の状態、正しい姿勢が取れているか、そして背中の線と腹部の線が平行となっているか、これまでの和牛生産で積み上げられたデータに基づいて複数の評価基準が設定されているのです。一番大事なのは牛の背中、牛さんの背中がピーってフラット、綺麗にそうフラットにピーって線を引いたように描けるってなってるのがいい牛で、なおかつ下の線ですよ、下の線もピーって、へー、箱の状態、箱の状態、ティッシュの箱の状態想像してください。あれにマッチ棒が4本ついてます。あれが一番いい体験、あれに近づけるように運動をしたりご飯食べさせたり。母、娘、孫娘と直系のメス牛3頭がセットで評価される部門の審査が始まります。改良の成果がしっかりと定着しているかが審査の鍵となります。会場を埋め尽くした各県の関係者は審査員の動きに注目します。審査員がどの牛で立ち止まるか、審査員が立ち止まり合図を送ると、出品番号139から141番、沖縄県が移動しています。徐々に高評価を得た牛が絞り込まれていきます。そして最終的に、出品番号136から138番、鹿児島県。第一席は鹿児島、続いて宮崎、北海道という結果になりました。最終的に鹿児島県は9つの部門のうち6部門で一席を獲得することとなりました。
一方、世界的な健康志向の高まりを受けて、和牛特有のサシ、つまり脂肪へのニーズも量から質の時代に移り変わりつつあります。今回の鹿児島大会では脂肪の質に対する配点が引き上げられ、脂肪の質を競う新たな部門も作られたのです。脂肪に含まれるオレイン酸などの含有率が高いほど口どけや風味がいいとされ、この部門では宮崎県が第一席を獲得。肉牛の部全体の最高位も宮崎県に贈られました。現在日本の畜産をめぐる状況は決して楽ではありません。深刻な後継者不足により、畜産農家の数は減少する傾向にあります。しかし5年に一度のこの和牛の一大品評会は、若者たちの関心を集める貴重な機会になるだろうと大きな期待が寄せられています。